北新愛は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。南部氏の家臣。大英三年、北イタスアの着難として誕生。元気二年から起きた、矢内の変では、田子信長を保護し、南部春政と対立した。春政の隠居後はその後、春次を補佐した。春次元福寺には、江戸氏親として、果敢の儀を取り行っている。天正十年。 春継が没して、家督相続問題が発生すると、信長の擁立に尽力した。その後は、信長の側近となり、内政や外交面で、南部市を取り仕切った。天正15年には、加賀国の前田敏家を訪ねて高尾献上し、豊臣秀吉に侵入する意思を示している。天正19年の久野平正美の乱においても、上落して、 秀吉に援軍を要請した。慶長三年、花巻城代を務めていた次男、秀愛が死去したことにより、花巻城代に就任し八千国を領したという。ただし、一個長子などは、秀愛の花巻城代就任を疑問視する説もある。翌慶長四年、南部の武直が没すると隠居しようとしたが、後を継いだ信長は許さず、なおも側近として徴用された。 その背景には、八の毛氏に対抗する人物がいなかったためとも、言われているが、ことの次第は不明である。同年、提発して、松人氏とゴース。慶長5年の関ヶ原の戦いでは東軍に組みして、花巻城を守備した。同年、密かに、領土拡大を狙った、伊達政宗が先導した、岩崎一揆が発生し、花巻城には、我が忠隆が一騎勢を率いて攻め寄せた。 当時南部氏の主力は、ほとんどが、慶長では合戦に出陣していたことや、本来ならば正宗は同じく東軍に組みしている。味方であるがゆえに、伊達領土の国境に位置する花巻城の兵は、かなりの少数であったが、自略をもって、一期勢を翻弄し、城を守り切った。慶長18年、死去。京年十一松人氏は、病石継承を願わず死去したため、 花巻は藩に接収された。親愛没後の北氏は、僧侶を継いだ長男、愛一の家と文家の椅を、自家継ぎの家に分かれ幕末まで続いていくが、親愛、終愛の祭祀を継承したのは、直継ぎの家である。ありがとうございます。